ウェッジ90度を使って入射角の勉強をしました。1球目は入射角は50度で少しダフっています。ボールのヒット面はフェースの上部です。2球目も少しダフっています。入射角は50度でボールのヒット面はフェースの上部です。 3球目は完全にダフっています。入射角は50度で、ボールのヒット面はフェースの上部です。4球目は入射角は60度で、スイートスポットにボールが当たり、スピンがかかり、ボールが上に上がっている。最初の3球とも、ダフって、ミスショットで、入射角が変化し、 ボールが上に上がらず、スピンもかかっていない状態です。4球目のナイスショットは、ロフト通りの角度、すなわち、60度の入射角度でボールを捉え、スイートスポットに当たって、スピンがかかり、高い球が得られた。ここで、ウェッジ60度のスイートスポットについて、述べてみましょう。ウェッジ60度のスイートスポットは、フェース面の下方、 ややシャフトよりにあります。アプローチで、このスポットに当たらないと、スピンがかかりにくくなります。すべてのギアに通じて言えるが、そのギアのロフトにふさわしい弾道を得るには、やはり、そのギアのスイートスポットに当てることが大切であります。